さあ、ついに最終評価。メンバーたちが個々に、そしてみんなで取り組んだ3ヶ月。その成果は？1位になったメンバーは？発表順は中間評価で下位だったメンバーから順に行われました。前回5位だったひまりから、ラッキーガールはサビについてテンションが上がるように、ベイビーベイビーはかっこいい雰囲気を出せるように頑張ります。やっぱり自信がついたっていうのが顔の表情から見れたのがとても良かったなと思います。前回4位のアリサ、一つ一つのポイントところとかを見てほしいです。どんどん線がやっぱり先生的には変わったことがちょっと魅力的になってきたかなと思います。表情と声の質がちゃんとリンクしてたのがすごい良かったなっていうのが一つと、あとめっちゃ真面目にブレス練習してくれたんやなっていうのが分かるぐらい声量が出てきました。前回3位のネネ、私は家で見せ方を中心に動画を撮りながら練習してきたので、そこを見てもらいたいです。猫背っていう部分の課題があったと思うんですが、そこの猫背の部分は綺麗な姿勢でパフォーマンスできてるかなと思いました。ベイビーベイビーに関しては自分を決めていくっていう部分に関して、ここは自分で決めたいっていう強い願望が見えた。やっぱりその抜く位置の
とかアクセントはやっぱピカイチだなっていう、表現力っていう面ではすごいピカイチだなと思います。前回2位の美咲、私は今日自分のできる、今自分のできる最大限のことをここでやりたいと思います。研究したんやなって思いました。あの体の使い方分かってきたから、空間いっぱいに声がすごく響いてるのが分かります。あのでもこれって個人練習コツコツやった人間にしか出せないことなんですね。だからすごく今日に向けてやったるぜ感出したんやなっていうのがすごい伝わってきてよかったです。美咲のここまでの闘志っていうのかな、私初めて見たのでとても嬉しく思います。美咲がやりたいって思うものがこう伝わってきたっていうのがすごく良かったかなと思います。あとね、今日はねすごく丁寧に踊ってるなと思いました。いつもここ細かいところダメダメって言われるやん、ここがまだ治ってないよっていう部分がすごく丁寧に感じたのですごく良かったです。そして前回1位の葵、ちょっと練習を歌もダンスも精一杯頑張ってきたので、それを今ここで全部出し切れるように頑張りたいと思います。付け方と歌とダンスのこの間先生言ったちゃんとここがリンクしてのちゃんと意味を伝えようっていう振り付けにもこの歌詞に沿った意味合いでっていう気持ちがすごく勉強してくれたのかなっていう部分ですごく良かったなと思います。見せるって気持ちが一番伝わったなっていうのをまず思ったのが一つと、あとベイビーベイニーの胸のことを今日今まで見た中でベストでした。鼓動の処理が超綺麗でした。全員のパフォーマンスが終わりました。さあ1位は、大躍進したメンバーは発表していきます。すべて100点満点になります。5位ねね58点です。
考え方とかさ、練習の仕方今見直してる最中やんか。人に見せるって部分で考えるとちょっと足りないかなと思います。自分をよく見せようと表情とかその仕草とかはすごく頑張ってた。それに対してのダンスのクオリティっていうのがすごく下がってて、そこをもう一回改めて、ねねにはできるって先生信じているので、今後しっかり頑張ってもらえたらなって思います。はい、今日は正直めっちゃ悔しかったです。みんなは結構多分出し切れたんだろうなっていうのがすごい伝わってきて、自分の最大限を出し切れたかと言われると、練習してきた時よりかはやっぱり劣っていたので、それがすごい悔しかった。4位アリサ62点です。3位と1点差です。やっと楽しくなってきたと思うね。いろいろ桁違いのものを見せてくれたので、そこは自信持ってください。でもお客さんに見せるっていう面ではちょっと荒い部分が出てるので、今後はそういうとこ詰めていってほしいなと思います。ちょっと迫力に欠ける目線の使い方はやっぱりね、これからもっともっと研究していってほしいと思う。多分その使い方すごく勉強したよね。好きでやってるっていうのもすごい伝わるから、そこもっともっと伸ばしつつ、でも今回すごく頑張ったと思います。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、1ヶ月練習して1ヶ月前よりかは結構成長できたかなって思います。なんか前も優位で変わってなかったっていうのがすごく悔しいんですけど、なんか踊り終わってからは結構できたかなって思ったんですけど、みんな踊ってる時待ってる時とかに、あ、もうちょっとここやっとけばよかったなって思ったところがありました。3位ひまり63点です。はい、すごく変わったなと思うのが、やっぱりお願いしますの声だったりとか、スタートするまでちゃんと自分で準備して取り掛かれたのすごい今日良かったよね。きちんと歌い出し歌えてました。大丈夫です。だからすごくしっかり練習したっていう自信をまず持ってほしい。全体的にクオリティが上がってます。目線が落ちずにずっと頑張ってやってきましたっていう努力がすごい伝わってきた。そこからもう一個見せるっていう、そこをもっともっと強調してできると、ひまりの印象が残るような見せ方に変えていってほしいなと思うので、そこもっともっと勉強してやっていけるといいかなと思います。はい、やっぱり一番の思いは嬉しいっていうのがあります。なんか皆さんからしたらその3位ってなんか中途半端な順位って思う方もおるかもしれないんですけど、なんか 4,5 位がちょっと多くて、そういうのあんまり取ったことがなかったから、なんかひまりからしたら3位はすごい嬉しかったです。なんか今までその前と比べたりとかしたら、今日のパフォーマンスは良かったかなって感じます。まだまだやけど頑張りました。同時発表でいきます。1位葵85点、2位美咲83点です。丁寧さと正確さです。もうそれだけ。はっきり言って見せ方に関しては美咲の方がぶっちぎりやったんですよ今日。ただお客さんに提供する見せるって面で葵の安定感の方がエンターテインメントとしてはいいのかなっていう、私たちのちょっとした点の差はそこだけです。美咲の今回の頑張りはもう見てすごくわかるし、何もかもが変わった。そこは自信を持ってください。だからあとはちょっとした本当の土台だね。音の処理の仕方、語尾の処理の仕方、もっと細かく詰めると美咲はセンターにも立てると思うよ。細かさ、丁寧さ忘れないでください。うん、葵は今日のベストの歌い出し絶対に忘れないでね。これ毎回出すんやで。葵のいるところって結構毎回この線まではきっちり出してくる土台があるんですね。そこはすごく自信を持ってください。やりたくてもできない子めっちゃいてるからこれ、うん、私もやっぱりゴンってここに届いたのは今日やっぱ美咲の方がすごく強くて、もう少しエネルギーをこっちにもいろいろ360度出せるように今後課題としてね、先生と一緒に頑張っていけたらっていう部分がすごくあります。はい、はい、だから見せる部分はすごいクオリティはすごい高かったです。安定した踊りができるようになって毎回クオリティは一緒なんです。そこはすごく魅力的だなって思います。
そこの安定感はチームを引っ張っていってほしいかなってすごく思います。はい、はい、美咲も2位って言って残念って悔しいって思いもあるかもやねんけど、そんなに思わなくて大丈夫です。ほとんど同じぐらいなので、はい、細かい部分、指先ポジション持っていくポジションっていうのはいつもよりかは丁寧にできてんねんけど、じゃあそれをさらに遠く持ってってほしいかな、もう少し、はい、大きくするために、うん、そのスタイルがいい、抜群のスタイルをもっともっと活かせるように体全部使ってほしいかなと。基礎はやっぱりしっかりやっていきましょう。筋トレ、ストレッチ、アイソレーション、リズム取り、はい、があって、しっかり土台があってのパフォーマンスがしっかりできるようになるので、そこを頑張っていきましょう。はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。美咲はなんか自分に対して努力ができない人間だと思ってて、なんかこういう風になんか努力したからなんか1位に近いぐらいの2位になれたっていうのをさっき教えてもらえて、なんかやればできるなっていうか、なんかそういうのが自分にもなんかできるんだっていうのが自分の自信にこれからなって、なんかよりもっと頑張ろうって思えるかなって思いました。今日はその緊張はしてたけど、その最終評価やし、今までやってきたの全部出そうと思って、その歌とダンスだけに集中してしました。グループ全体で気持ちも同じ速度で進んでいて頑張りたいなって思います。ねねもありさもひまりもみさきもあおいもみんなしっかりレベルアップしてる。ウォーミングアップの仕方から全員変わったのがすごく良かったです。なんか周りの様子を見ずに自分のベストを取るために集中する方法っていうのが少し分かってきたのかな。クオリティが違えど同じ夢に向かうとか何々をする目標は絶対、その気持ちのテンションとかはレベルは絶対一緒にしといてください。何が何でも、はい、じゃあレベルが違えど関係ないと思います。そこにみんなが気持ちに向かっていってたら絶対おのずとレベルもついてくるし、誰かがチームとしてしっかり生きてくると思うので、うん、配信イベントまであと1ヶ月。ここからはみんなで力を合わせて素敵なパフォーマンスにしようね。次回最終回、イベントに向けて練習する彼女たちと、そして嬉しいニュースも。